先ほどは画像の間で選択範囲をコピーする画像合成の基礎を学習しました。画像合成を本格的に行うにはレイヤーという機能をマスターする必要があります。この章ではレイヤーの基本操作を学習していきます。これは先ほど合成した画像です。移動ツールで石の部分をドラッグすると背景画像はそのままで石の部分だけが自由に移動します。これは背景画像と丸く切り抜いた石の画像が全く別の層になっているからです。このような画像の層のことをレイヤーと言います。フォトショップで画像を扱う上で最も重要な特徴の一つです。レイヤーについて確認しましょう。フォトショップヘルプを起動してください。レイヤーの目次を選択、さらにレイヤーの基本、レイヤーについてを選択しましょう。この図を見ながらレイヤーについて解説しましょう。レイヤーは透明フィルムのようなものと考えることができます。つまり透明なフィルムの上に画像を書き込みます。これを積み重ねて上から見ると合成された画像に見えます。そして1枚のフィルムに手を加えても他のフィルムには影響しません。フォトショップに戻って石を合成した画像のレイヤーを確認してみましょう。画面の右下を見てみましょう。レイヤーパレットがあります。これは画像にあるレイヤーの状態を表示してレイヤー操作を効率よく行うためのパレットです。現在の画像には背景と新しくできたレイヤー1など4つのレイヤーがあることがわかります。下側の背景レイヤーを選択しましょう。するとレイヤーが反転表示されました。これは現在このレイヤーが作業の対象になっているということを示しています。移動ツールを選択して丸く切り取られた石の画像をドラッグしてみます。しかし移動することができません。メッセージが表示されました。これは下側のレイヤーは背景レイヤーですからロックされていて動かすことができませんという内容のメッセージです。今は石の画像ではなく背景レイヤーについて操作をしようとしていたのです。 OK をクリックしてメッセージを閉じます。今度はレイヤーパレットでレイヤー1を選択します。レイヤー1が反転表示されました。移動ツールで石の画像をドラッグしてみます。今度は移動することができました。このようにレイヤーに分けることによって他の画像に影響を与えることなく画像の編集を行うことができるのです。レイヤーパレットには目のアイコンがあります。これはレイヤーが表示されていることを示しています。レイヤー1レイヤーの目のアイコンをクリックするとアイコンが消えます。するとレイヤー1にある石の画像が非表示になりました。もう一度レイヤー1レイヤーの目のアイコンの部分をクリックするとアイコンが表示されます。再びレイヤー1の石の画像が表示されました。編集するときに邪魔なレイヤーは非表示にしておくと良いでしょう。レイヤーは自由に追加および削除することができます。レイヤーを追加する場合はレイヤーパレットの下側にある新規レイヤーを作成ボタンをクリックします。すると選択していたレイヤーの上に新しい透明のレイヤーができました。レイヤーに名前を設定します。レイヤーの名前の部分でダブルクリックしましょう。名前が反転し変更が行えるようになりましたのでキーボードから名前を入力します。テストレイヤーと入力してみましょう。また
レイヤー1レイヤーもストーンと名前を付けましょう。レイヤーを削除します。テストレイヤーを削除しますので選択します。レイヤーパレットの下側にあるゴミ箱のアイコンのレイヤーを削除をクリックします。確認のメッセージが表示されました。はいをクリックしましょう。これでテストレイヤーが削除されました。今は何もないレイヤーでしたが、レイヤー上に画像がある場合はその画像も削除されます。注意しましょう。レイヤーは表示と非表示を切り替えるだけではなく、透明度を設定することもできます。ストーンレイヤーを選択しましょう。レイヤーパレットの右上にある不透明度は現在 100% になっています。この右向き三角のボタンをクリックし、スライダーを表示します。左にドラッグすると不透明度の数値が下がっていきます。不透明度の数値が下がるにつれ、石のレイヤーがだんだん透明になり、下の背景画像が透き通って見えるようになります。このように不透明度のスライダーで下のレイヤーが透き通って見える度合いを調整できます。レイヤースタイル機能を使うと、レイヤーに対して影をつける、立体的な効果をつける、光の効果を加えるなど多彩な特殊効果を設定することができます。レイヤースタイルを適用したいレイヤーを選択します。ここではストーンレイヤーを選択して、パレットの右上にある右向き三角をクリックしましょう。メニューが表示されますので、レイヤー効果を選択します。レイヤースタイルダイアログボックスが表示されました。レイヤースタイルでは、ドロップシャドウ、シャドウ、光彩、ベベルとエンボスなど様々な効果を設定することができます。ここではシャドウ内側を選択してみましょう。右側のウィンドウではスタイルの詳細を設定できます。描画モードは上山、不透明度は 75%、 角度は140度、距離を10ピクセル、サイズを10ピクセルと設定してみます。設定できたら OK をクリックしましょう。すると石の画像のレイヤーにシャドウ内側のレイヤースタイルが適用されました。レイヤースタイルが設定されたレイヤーには、レイヤーパレットのレイヤー名の右側に F のマークが表示されます。さらに三角のボタンをクリックすると、どのようなレイヤースタイルが設定されているかという詳細を表示することができます。この中の効果にある目のアイコンをクリックして消去します。すると設定したレイヤースタイルが表示されなくなりました。効果の目のアイコンをつけたり消したりすることで、レイヤースタイルの効果を比較してみることができます。レイヤーパレットの F のマークをダブルクリックしましょう。するとそのレイヤーに設定されているレイヤースタイルの設定画面が開きました。スタイルの一覧からベベルとエンボスと輪郭をクリックしてチェックをつけます。OK をクリックしましょう。石の画像にさらにベベルとエンボスが適用されました。レイヤーパレットには2つのレイヤースタイルが設定されています。目のアイコンをつけたり消したりすることで、それぞれのレイヤースタイルを
適用したり非表示にしたりして比較してみることができます。他の2つのレイヤー、ガーデン、フェイスも同じようなレイヤースタイルを設定しておきましょう。レイヤーカンプは現在の状態を保存し、一つのファイルをもとに複数のバリエーションを切り替えてみることができる機能です。現在編集中の画像にはシャドウ、内側とベベルとエンボスの2つのレイヤースタイルが適用されています。ウィンドウメニューからレイヤーカンプを選択します。画面の右上にレイヤーカンプパレットが表示されました。新規レイヤーカンプを作成ボタンをクリックしましょう。新規レイヤーカンプダイアログボックスが表示されました。レイヤーカンプ名を入力します。ここではテストカンプ1と入力します。表示・非表示、1、外観のすべてにチェックをつけます。OK ボタンをクリックしましょう。これでシャドウ内側とベベルとエンボスの2つが適用されたテストカンプ1が作成されました。次にすべてのレイヤーパレットでシャドウ内側の目のアイコンを消去します。これでシャドウ内側が非表示になり、ベベルとエンボスだけが適用されました。レイヤーカンプパレットで新規レイヤーカンプを作成ボタンをクリックしましょう。新規レイヤーカンプダイアログボックスが表示されました。テストカンプ2とレイヤーカンプ名を入力し、OK をクリックします。シャドウ内側を非表示にし、ベベルとエンボスが適用されたレイヤーカンプが作成されました。レイヤーパレットでシャドウ内側の目のアイコンを表示して、ベベルとエンボスを消去します。これでシャドウ内側だけが設定された状態になりました。レイヤーカンプパレットで新規レイヤーカンプを作成ボタンをクリックします。新規レイヤーカンプダイアログボックスでテストカンプ3とレイヤーカンプ名を入力し、 OK をクリックします。シャドウ内側が設定され、ベベルとエンボスが非表示になったレイヤーカンプが作成されました。テストカンプ1の左端にある枠をクリックするとアイコンがつきます。画像ウィンドウの内容がテストカンプ1で設定したシャドウ内側とベベルとエンボスの両方が適用された状態になりました。テストカンプ2の左端にある枠をクリックするとアイコンがつきます。画像ウィンドウの内容がテストカンプ2で設定したシャドウ内側が非表示で、ベベルとエンボスが適用された状態になりました。このようにレイヤーカンプ名を選択すると、簡単に編集状態を比較してみることができます。例えばいくつかの編集例を作成してクライアントに見せ、どのパターンを採用するか判断してもらうというような使い方ができますよね。最後にフォトショップでの文字入力の操作をご紹介しましょう。この画像にテキストを挿入してみます。ツールボックスで横書き文字ツールを選択します。オプションバーがテキストツールのオプションに変更されました。オプションバーではフォント、フォントサイズ、
テキストの配置や色などを設定することができます。お好みのフォントを選択してください。フォントサイズは36ポイント程度に設定します。テキストの色を設定しましょう。カラーボックスをクリックするとカラーピッカーが表示されます。好みの色をクリックします。白系統の色が良いでしょう。選択したら OK をクリックします。テキストツールの設定ができたので画像にテキストを挿入します。マウスポインターを画像の上に持っていくとこのようにアルファベットの I の形になります。テキストを入力したい箇所でクリックします。画像の上にカーソルが表示されます。キーボードからテキストを入力しましょう。ブルースカイと入力します。レイヤーパレットを見てみましょう。テキストツールで画像にテキストを入力するとテキストレイヤーが作成されます。レイヤーのサムネイルに T と表示されているのがテキストレイヤーです。入力したテキストは新しいレイヤーになりますので他のレイヤーと区別して処理することができます。移動ツールを選択して文字の上でドラッグしてみましょう。文字を移動することができます。文字を入力し直したり、フォントの変更などテキストの編集を行うことができます。レイヤーパレットで T の部分をダブルクリックしましょう。画像ウィンドウ内のテキストが選択されます。修正したい文字を選択して削除し、新しい文字を入力することができます。もう一度すべての文字を選択して、フォントを変更すると、新しいフォントで表示されます。テキストレイヤーにもレイヤースタイルを設定することができます。レイヤーパレットでテキストレイヤーを選択して、右上にある右向き三角をクリックしましょう。メニューからレイヤー効果を選択します。レイヤースタイルダイアログボックスが表示されました。ここではドロップシャドウを設定してみましょう。スタイルの一覧からドロップシャドウを選択します。オプションをいろいろと変更してみましょう。変更した結果はリアルタイムにプレビューされます。設定できたら OK をクリックしましょう。テキストの背景にうっすらと影がつきました。これがドロップシャドウの効果です。オプションの設定により効果の度合いが異なります。レイヤースタイルはいろいろとオプションを変更して効果を体感してみてください。誰でもわかる Adobe Photoshop CS2 上巻はこれで終了です。今回は画像の基礎知識から範囲選択の機能、レイヤーの機能などについてご説明しました。範囲選択は何度も繰り返し練習し、スムーズに選択できるようしっかりと身につけてくださいね。